ちゃんです。今日は日本の伝統芸能を見に大阪レトロナイトに来ました。私は台湾人の学生と一緒に参加しました。その他にも外国人が参加していました。それぞれの自己紹介の場面も収録していますので、見てくださいね。今日の伝統芸能は、三味線。尺八。バンブーフルート、日本舞踊、ジャパニーズダンス、そしてチンドン屋、これはジャパニーズトラディショナルダンシングマッチです。三味線、ジャパニーズギター。三味線は日本に古くからあるバチというピックで演奏します。ギターと似ていますが、弦は3本です。3本、だから三味線。三味線の演奏者は演奏しながら歌ったりします。尺八、バンブーフルート、竹で作った縦笛です。フルートは横ですけど、尺八は縦笛です。音程を作る穴は5つ。フルートより強く吹かないと音が出ません。日本舞踊、日本のダンス、パントマイムも交えたダンスで、とてもわかりやすいダンスと言えます。チンドンや太鼓や鐘を組み合わせたチンドン太鼓など楽器の演奏、いろいろな芸やユニークな衣装で街を回りながら宣伝してお店などに人を呼び込みます。また人を集めてビラを撒いて商品を宣伝します。日本の江戸時代に始まり、100年ぐらい前に流行しました。現代ではメディアの発達によって姿を消しましたが、伝統芸能という形で継承されています。今日はこのショーの後、大阪名物串カツを食べに行きました。また射的をやっているシーンも映っていますので、楽しんでくださいね。では
動画を見てください。Experimental event for shopping street of Osaka. こんばんは、イギリス人です。私はケンドーです。英語先生。ありがとう。私はカトゥーシャです。南アフリカ。南アフリカ。こんばんは。私はアリエルです。リンちゃん大丈夫。リンちゃん。リンちゃん。はい。ニックネーム。はい。アメリカで三名前ある。ファーストミドルファミリー。そしてアリエルリンバスナイト。私の国はアメリカで、少し日本語わかります、うん、でも下手です、ごめんなさい、打ちましょう。